これは積んだっぽいぞ。これはこいつら全部倒さないとパワームーン出ないパターンだぞ。ちょっと一旦ここをやめるか。一旦やめてみるか。一旦戻ろう。こいつ、どうしようね。あ、死んだ。普通に死んだ。あ、こっからになっちゃうの？え？パワームーンあるじゃん。え？これってこと？コインかー。コインかー。パワームーンかと思ったー。一応向こうの土管入ってみる。もう一回向こうまで行ってみて。ちょっと向こう行ってみて、もう一回入ってみるか。まあ入ったところでなんだろうと思うんだけどさ。いや、入ったところだと思うんだけどさ。危ねえ危ねえ危ねえ。で、ここまで来ましたと。あ、待って、ここでさ、トゲソウをこうやってさ、全部おびき出せたりしないの？あれ、なんでさっきあいつ落ちた？あいつをさ、こいつら全員落っこどしたらさ、パワームーン出ないかな？え、なんでさっき落ちた？なんでこいつら落ちてくんないんだ？おかしいね。まあ、ここでコイン取っていくとして、やっぱあいつら全員倒さないとダメなのかな。落とせるわけではない。まあ、土管入ってみるか。まあ、戻るよね。ちょっとあそこは、一旦置いとこう。やめよう、一旦。こっちの行こう。つららの洞窟。クリボー、帽子かぶってる。では、このクリボーは、やっば、危ね。あのクリボーは、キャプチャーできるんだよ。こいつは。やべやべやべ。危ねえ。ダッシュ、B、ジャンプ。これでマリオと同じような感じでいけて、で、これ合体できんだよ、ほら。多分この合体能力は使っていくと、あ！マジ？まあ、ちょっとコインがやばいんで、コインはね、本当に取っていきます。コインはと、本当に取っていかないといけなくて、クリボーの合体能力は多分永遠と使っていって、あれ？ボタン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 。4匹。あ、4匹だったらこうするよってこと？はい。あれ？どういうこと？え、どういうこと？どういうことや？あ、そういうことか。つららを、ここのつららを落とさないといけない。あ！オッケー。つらら落ちる条件がちょっとわからんな。一回通ったら落ちるのか。一回通ったら落ちるから、クリボー。あ、やべえ！コインない時にクリボー倒すなよ。あ、つらら落ちてる状態。で、あのクリボーが復活していてくれてて。やべやべやべ。すげえ滑る、すげえ滑る、すげえ滑る。よし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 。これであのクリボーと合体したい。クリボーと合体。オッケー。クリボーと合体して、つらら落ちる条件が、多分一回通ったら落ちるんだろうな。一回通ったら落ちるから、これでこうやって、進んでいって、危ね危ね危ね、落ちんなよ。冷静に行け。で、合体。あのクリボーとも、ミスった合体。やべえな。やべえ。この残骸って、俺が死んだ残骸だよね。だからコインを取ってよくて、あ、落ちてくれた。オッケーオッケー。で、これで、あれ？これでだね。この4匹だったら踏めるよってことなんでしょ。4匹で踏んだ。オッケー。開いた。パワームーン！あれ？こっちのパワームーン、楽勝だな。イェーイ。つらら避けて積み上がれ。イェーイ。回復もしていくと。こっちのクリボー余裕だな。もう、あ、待って。あそこにパワームーンある。で、てことは、さっきの積みゲーは、大丈夫なのかもしれない。これもう一回クリボーはもう、さよならだ。
さよならなんだが、やべ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 、ミスった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 、やべやべ、滑る滑る滑る、あぶねあぶねー、ここもつららが、オッケーで、向こうのパワームーン取ったら完璧や、俺はでけえつらら、向こうのパワームーンさえ取れたらあの積みゲーはやんなくて済むと、トゲゾーを全部風で吹き飛ばす、あい、くっそ、これ影だったのかよ、わかりづれえな、トゲゾーを全部風で吹き飛ばすような、そんなえぐいことはしなくて済むと、こいつらら落とすよ、はい、オッケー、ジャンプ、いやこれよかったな、これ積まなくて済む、あーね、ってことは一回ここ通ってつららを一個落としていく、でこれどんどんこのコインは取っていかないと俺がマジでコイン全部なくなるという始末になる、あお、ナイスジャンプで、クリボーにはジョイントしていきたい、はいはい、ジョイントで、ジャンプ、あれジャンプで合体、ジャンプで合体、オッケー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 、ジャンプで合体は絶対使うとして、まあ一旦ここのつらら落としておこうか、はい、割れた、ナイス割り、あそこも欲しいけどね、届かないっぽいね、ここは入って何も起きない、あれ何も起きない、上にでかいつららがあるとかそういうでかいつららがあるわけでもない、あーやっぱこっから降りるんかな、さっきのでかいつららの下、あ、こっちか、あ、てかここがあれか、でかいつららに位置するってこと、いや、とすると降りてヒップドロップとかな、ヒップドロップ違う、やべやべやべ、この床抜けそうだね、いや、それはわかるんだよ、くんなよ、それはわかるんだよ、ジャンプジャンプ、ほらほらほら、やべやべやべ、クリボ、この床抜けそうだね、いやそれはわかるんだが、抜けそうなのはわか、あ、あー見つけた、ここや、ここ一個割り、あー7、単純だった、ここでもう一個割り、はい、オッケー、ででけえつららが落ちていくと、ああああああ、オッケー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 、でパワームーン拾ったら回復するから、こいつ外れて一瞬で行って、でパワームーン手に入れる、オッケー、はい、つららの関門。オッケーなんじゃない？これ。これで、あそこ開いたんじゃない？あ。やっぱダメだ。やっぱダメだね。やっぱダメだ。トゲゾー、あのトゲゾーのエリアのところどうにかしないとダメっぽいわ。あー、扉はあと1枚だね。マジ？マジか。マジか！マジか！やっぱトゲゾーどうにかしないといけないんだろうな。マジか！マジか！すっごい嫌だ。どうしよう。どうしようか、これ。ちょっとまあ、こいつらは、まあ、いいとして、こいつらいいとして、ここのコインとかもう一回出てくんねえかな、あ、出てきた出てきた、ちょっとね、少しでもコイン手に入れないとね、厳しいっすわ今、あ、でこいつをキャプチャーして、少しでもコイン手に入れないとコインなくなっちゃう本当に、で解除、あー、でトゲゾウがいる、トゲゾウ引き寄せちゃった、で、あの風が、そっち行ったら、行こう。そっち行ったら、乗ろう。いやー！何体いる？ちなみに何体いる？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13体。13体。いやー、そうなんだよ。多分、こいつで全部か、13体倒したら、パワームーンが出るっていう仕組みなんだが、13回分正当防衛する？13回分正当防衛する。一回死んで、蘇ってって13回分。一回あのコイン拾おうか。落ち着こう。
こいつはめっちゃ自由に動けるからいろいろ試してみようか。こいつ拭いてみて、何も起きない。いやー、やっぱ13回分どうにかするか。しんどくねそれ。でも多分、どうしようね。どうしよう。これ本当に、そっか、13回分正当防衛して、こいつら全部吹いて、倒す。そしたらそこパワームーンが出てくるっていう流れか。だよね。それしか俺の解決策ないよね。よく考えよう。ま、今までのボスも、正当防衛して、倒してきたわけじゃない。で、それの、まあ、謝礼として、パワームーンがいただけてだな。こいつらはおそらく、全部吹いたところでもう一回この襟に入ったら、回復すると。で、ブルーダルズも結局死んでないからな、あいつら。あ、落ちた。え？これさ、どうにかして全部落とせないの？あいつ、なんで落ちた？どうやって落ちた？何やって落ちた？いや、でも落ちてくんねえな。飛んで、歩いてるふりしてるけど、落ちはしない。そうだよね。やっぱブルーダルズが回復してることを考えたら、で、こいつらも多分もう回復することを考えたら、やっぱ正当防衛しまくんなきゃダメなんだと思う。でもあいつ1体落ちたから、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。12回分、じゃあ正当防衛食らうか。そうするか。それしかない。行こう。まず1回目、食らいました。もう一回食らった。もう一回食らった。3回分僕は一方的に殴られました。はーい。3回正当防衛してここまで来ました。まあ、一応ね、こっちのコインは取っておきますか。あ、また落ちた。やっぱその方法ないんかな。どうやって落ちてるんだろうな。まあ、無理っぽいから僕はこれ正当防衛を。はい。4回目。やばいやばいやばい。やばい。落ちる落ちる。普通に落ちる。5回目。で、6回目。はーい。はーい。6回正当防衛終わったんで、次も、ああ、2体も落ちてった。2体も落ちてった。次も正当防衛行きたいと思います。はい。6、7。8。9。OK だ。9回俺は一方的に食らったと。あと10、11、12。あと3回だね。あと3回、正当防衛食らったら、あいつらを吹き飛ばすことができると。すまない、土下座たちよ。お前たちを吹き飛ばさないと、先へ進めないようなんだ。行くで。あと、残り3回の正当防衛。ほら、コインを、自分のコインを拾いつつ、10、11、12。オッケー。わあ、12回の正当防衛を終えてやってきたぜ。だが、今、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。あれ ?2、4、6、8、9、10、13体なんだよな。ってことは、もう一回正当防衛食らっておいた方がいいんじゃねえかっていう。さっきたまたま落ちて12になってたけど、まあ今13になっちゃってるんで、一応もう一回正当防衛を食らって、やめろ離れろ、やばいやばい。オッケーオッケー、キャプチャーして、この13体のトゲゾウ、ああ、結局落ちたわ。ってことは12体か。12体のトゲゾウを吹き飛ばしていきたいと思います。もう正当防衛の時間は終わった。すまない。こうしなければ先へ進めないんだ。さらばだ。ほらー、ほらららららほらー、あれ奴ら。風が、俺の風が、ほらー。あー、やっぱね。やっぱそうだったんだ。すまない。すまなかったお前ら。まあでも、たくさんやられたしいいでしょ。許してくれ。俺は困ってる人を助けたいんだ。根本はだよ。大元の根本はよ。やっぱりここの、ね、クッパによって困ってる人たちを助けたいっていうのが大元の根本ですから。すまない、トゲゾウの家族たちよ。俺はパワームーンをいただく。
揃ったー、突風の関門。ウェーイ、開いたー。再開バウンドボールグランプリ。あら、ずいぶん楽しそうじゃないので、回復もちゃんとしていくと。さあ戻ろうか。これでレース場に入れるね。あ、待って、レース場行っちゃった。ちょっと気が早いな、おーおーおー。え、気が早いな。レース場行っちゃったよ。わーい。え、レース始まる？スノーラインサーキット。レース始まるんかな？待て待て、滑る滑る、危ない危ない危ない。行っちゃう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 。ちょっと、まあ、時間も時間なんでね、一旦この辺で続きにしましょう。ちょうど開門したところなんでね、次回はこのレースの全貌に迫っていきたいと思います。それではまた次回の法律マリオでお会いしましょう。バイバイ。